倒せるか。やれるさ、リクと俺なら。ピノキオ、ピノキオ、お願いだ、ピノキオを返しておくれ。悪いけどそれはできないね。この人形にはまだ用があるんだ。人形じゃない、ピノキオはわしの息子だ。心のある人形なんてめったにないからな。心をなくしたものを復活させるのに役に立つかもしれない。それ、カイリのことを言ってるのか。お前にはもう関係ないことだろ。ピノキオをゼペットじいさんに返すんだ、リク。ハートレスに心を食われた人形、カイリを助ける鍵になるかもしれない。どうだソラ、一緒にカイリを助けよう。
俺とお前ならやれるさ。戦うのか？俺と？心をなくした人形のために。ピノキオの心は残ってる。両親がね。両親？両親の声は小さいけど、でも俺にははっきり聞こえる。リク、それは良くないことだってな。それがお前の答えか。ピノキオ！ピノキオ！ジミニー、僕、もうダメだよ。あれ、ダメじゃないみたい。カイリは心をなくした人形だって言いたいのか？その通り。カイリの心はハートレスに奪われたんだろうね。どうすればいいんだ？7人のプリンセスを集めればいい。そうすれば世界の中心、私は世界の心と呼んでいるがね、そこへの扉が開く。そこは知識の宝庫だ。
カイリの心を取り戻す方法は必ずそこで見つかるさ。そうだ、お前に力をやろう。ハートレスを操る力を。カイリ、待ってろよ。